CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も日本が好きになる歴史の授業をお送りしていきたいと思います。講師は斉藤先生です。斉藤先生、よろしくお願いします。はい、斉藤です。よろしくお願いします。まあ、前回はですね、こう歴史用授業がなぜ必要かという目標みたいなところですね、うん、はい、あのお話しいただいて、僕もついつい熱くなってしまって、はい、喋っちゃったんですけど、今日はですね、具体的にじゃあそういう前回のその目的思いにのっとってどういった授業作りをしていけばいいのかという、ちょっとそういった概説的なところになると思うんですけど、はい、お願いしたいと思います。はい、いや、20年間ほとんど黙殺され続けましたので、はい、先生のようにこう本当に分かってくださる方がいると、はい、もう本当にその20年間の空白がね、うん、あの癒されるとか、いやいや、吹き飛んでしまうんですね。嬉しかったです。いや、もう大先輩ですけど、僕もやっぱり議員の時にそういうことを思ってるけども、全然他の議員さんとか教育委員会分かってくれないから、もう本当に悔しかったですね。だから、あの先生の思いの10分の1ほどでしょうけど、同じですよ、同じ、はい、うん、でも今はね、あの、はい、羽ばたいてらっしゃる、ね、うん、もうね、やるべきことが、ね、生まれたということで、ね、はい、私も今そうなんです、はい、で、今日はですね、私が事業を作ってきました、はい、最初は手探りでした、うん、どうやれば子供にあの日本が好きになってもらえるか、はい、歴史の教え方からもう一から始めるような感じだったんですけども、はい、最終的にこう一つ一つ明治のストーリーを作り、古代のストーリーを作りというふうにやっていきながら、うん、一応70時間なり80時間の制限されたカリキュラムの中で、はい、うん、どうやっていくかっていうのができた時にですね、はい、あ、自分は何をやってきたんだろうって整理してみようかってことで、はい、この本を書く時にちょっと整理をして、うん、始めたんですね、うん、で、あ、そうすると5つの柱があるなってことにちょっと気がついたので、その5つの柱について今日はお話ししたいと思います。はい、はい、1つ目はですね、一番最初の導入の授業で命のバトンと国づくりのバトンという入門の授業をやります、うん、はい、でこれは歴史が要するに人ごとの知識じゃなくて、はい、自分のことなんだっていうことを子どもたちが納得して、うん、ああそうかっていうふうに分かる授業なんですよ、はい、うん、まあこれを発明した時は、あ、自分の実践が一つ完結したなっていうすごい感動があったんですけど、うん、はい、これまあ要するに、この次の授業コマの、 あの番組でこの授業をやりたいと思います。具体的にね、で、はい、そういうマインドセットをする授業なんですよ、うん、歴史は自分のことだっていうね、うん、で70時間歴史授業をやって、はい、最後にの現代の最後の時、はい、授業に自分の番と日本の課題っていう授業をやるんです、はい、すると、あ、先祖からバトンを受け継いで歴史ずっと学んで、先祖が国づくりしてきた日本の一員として、あ、今自分がバトンを受け取るんだという授業をやります、はい、うん、で国のために何ができるだろう、ね、国民としてその自分の自由をた、あの幸せを求めると同時に、うん、やっぱり 先祖に対する感謝、はい、それ公共的なものに対する感謝を果たさなきゃいけないという気持ちがもう十分育ってますから、はい、こういう基本的なことがですね、うん、まあ、最低限選挙ぐらい行かなきゃいけないなとか、はい、うん、そういうものが、あ、育つ、はい、そしてバトンを渡されて、うん、中学校行く、うん、あれ高校行くっていうふうに、はい、なる授業に組み立ててあります。あ、素晴らしい、はい、いや、はい、ちょっとまた僕も言葉を足すとですね、はいはい、よくあの政治家もやってたので、あの有権者意識というか主権者意識をね、はい、育成するような、あの講義をしてくれと言われるんですよ、はいはい、なんか僕はいつも言うのは、はい、もう選挙の仕組みとか政治の仕組みとかじゃなくて、そうそう、違う違う、歴史だと。そうです、少なくとも日本の近現代史ね、これを 2,3 時間で聞かせるだけでも、うん、やっぱりあのちゃんと考えなきゃなっていう思いになるから、歴史の授業させてくれって言うとね、主催者がいや歴史じゃなくて主権者意識を教えてくれって言うから、いやだから聞くけど、あなたにとっての主権者意識の定義は何ですかと、うん、で聞き込んでいくと、結局だから歴史になるでしょって言ったら、まあ、最後は皆さん分かってくださるんですけど、うん、別なんですよ、うんうん、先生みたいに、まあ、僕もそうですけど、歴史を教えることが主権者意識、そうなんです、参加意識、まさにそうなんです、当事者意識を生むという感覚が普通の人にはないというところだから、
そのマインドセットを最初にしちゃうということですね。日本という国家のかけがえのない一員だとか分かることが投票に行くことなんですよ、はい、うん、そうなんですよね。まさにそうなんです、はいはい、ありがとうございます。いやいや、それが一つ目の柱です、はい、それが一つ目です、はい、で二つ目はですね、国家っていうものを共同体として捉えるように教材作りをします、はい、これなぜこういうのを出すかというと、はい、日本で戦後行われてきて今も染み通っている考え方は、はい、国家っていうのは支配者が民衆を支配して絞る、はい、取るための、うん、なんとか装置なんだと、はい、支配する仕組みなんだという、うん、そういう考え方ですね、はい、これを、まあ、共産主義の方では階級闘争士官というんですけども、はい、そういう考え方で教材作りがなされている授業は非常に多いんです、はい、うん、で私はそれに対して、いやそうじゃない、ご先祖は外圧に対して日本を作り、日本という国を作り、そして外圧が消えた時は文化を作り、また外圧が来たらそれに合わせて国を作り直し、そういうふうにしていろんな身分や地位や職能に分かれていたかもしれないけども、それぞれの持ち場持ち場で助け合ってこの国を支えてきたんだよという、うん、そういう意識で、教材を作ろうとしているわけなんですね、うん、なるほど。いやこれもよく分かりますよ、はい、やっぱり僕も政治家やってた時ですね、はい、どっちかというと政治家は支配者だみたいな風に言われるんで、違うと。僕だってだって選挙で通る前は普通の人だったわけだし、うん、ただ選挙で通ったからそうなった、別に世襲でも何でもないですよ、そうなんです、ね、っていう話もして、で、ね、今はもっとやりやすいのは、僕政治家じゃ今ない、議員じゃないので、うん、いや一国民ですけどと、うんうん、でも僕は自衛隊にも入ってるし、政治に対してもね、うん、いろいろ不満もあるけれども、だからこそ変えようと思って頑張ってるんだって、うん、非難してもしょうがないでしょ、うんうん、ダメだと思うんだったら自分たちで作んないとダメだから、 そうです、うん、それやらないで非難するのやめようよっていうと、うん、大体おとなしくなりますね。はい、なるほどね、うん、だからそれもだから先生がこれを子供のうちにちゃんとそういう階級闘争じゃないんだよと、はい、いうことをセットするのもよくわかりますね、例えば平安時代の貴族なんか、はい、外面的な知識だけでいくともう政治もろくにやんない、うん、責任感のない、はい、遊んでばっかりいる連中なわけですね、はい、で逆に日本文化の今までの流れの中で彼らの遊びを見ると、はいはい、もう偉大な達成があるわけですね、はい、金文字は誰が作ってくれたんだ、はい、ということもそうだしね、うん、それから江戸時代なんかも武士も百姓も町人もものすごいお互いにリスペクトしてるんですよね、はいはい、うん、それで その上でそれぞれの義務を果たそうとしているっていうのが日本のやっぱり日本の特徴なんですよね、うん、そういうところもまあ教材化してきたところなんです。これで2本目の柱で、まあ図で表すとこういうことなんですけども、外圧っていうのは古代は大陸から来ます、うん、それで近代は地球の裏側から来ます、はい、大きな外圧はね、うん、でそれにこうして天皇を中心としてその時その時の実力のある人が政府を構成して、うん、そして大御所からも守っていくという、はい、そういうことで共同体としての日本が発展してきたんだと、うん、でこの政府の歴史だけを追ってたらじゃダメなんだよっていうことを、はい、まあこの2本目の柱でね、うん、それぞれの授業の中で、はい、作っていくようにしています。ですから大仁徳天皇陵の大古墳なんかでもね、うん、下手すると資料集にこう鞭で叩いてね、そう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 、奴隷のようにこき使ってる絵なんか出てくるんですけども、うん、はい、選択肢出してね、はい、このでかい古墳は、うん、無知で叩かれていやいや作らされた、うん、偉大なリーダーへの感謝に、うん、感謝の気持ちで進んで作った、うん、君が当時の人だったらどっちだろうね、うん、って出すとやっぱり B も結構な人数になるんですね、はい、そしてそうやって何ていうかな、上から支配者士官はダメなんだよって教えるんじゃなくて、はい、その選択肢の中でだん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 分かっていくっていう、はい、そういう仕組みを作っています、うん、はい。から3つ目です、はい、3つ目はですね、これが一番重要なんですが、基本的に歴史は共感的肯定的に捉える、はい、先祖の立場で、先祖の立場に立って共感的に捉えるってことをします。ですから最終的にどっか敵国と戦争
してるという話になった時は、はいはい、その教材を学ぶ時はそれを戦っている先祖の立場から、うん、この現象を理解するという、うん、共感的な理解ができるような構成にします、うん、だから昭和の歴史はもう日本が全部悪くて日本は残虐で、うん、どうしようもないというここでまあ一番日本人としてもこれ傷つくわけなんですが、うん、それをやっちゃダメだと思うんですね、うん、でそういう中でも先祖はやむを得ざる選択をして最終的にはまあ日本が滅びる寸前まで行ったけど、うん、その中には大変すごい勇気ある決断もあったりし、うん、こういう英雄的な行動もあったしっていうことを教えながら、ああ辛い戦争は二度とあってはならないけど先祖は頑張ってくれたんだなって、うん、そういう理解になるように、はい、それが一番国史教育としては望ましいんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですね、うん、だから本当物語としての歴史っていうことなのかなと僕は聞いてて思ったんですよね、はいはい、やっぱ僕らでも映画とか見にますけど、はい、ただただ人がやっててああかわいそうだなって思うのと、うん、本当に共感して、うん、登場人物になったような気持ち で、 そうですね、はい、そうするのと全然やっぱり映画の感じ方も違うじゃないですか。違いますね、はい、だから僕はいい映画っていうのはそういう見た人をこう共感させるような映画がいい映画だと思ってるんですね。だから歴史もそうじゃないかなと、はいはい、要は自分がもしその時代の人だったら、そうそうそう、どういう風な気持ちでやったんだろうとか、そうじゃなくて今戦争70年来平和な時代だ、うん、はい、それが一番いい、うん、それで過去の人はバカな選択した、はい、愚かなことをやった、気違いだ、残酷役だ、はい、それはもう本当に偉そうに見下してるわけですよね。だってそれは全く違うんで、はい、今の日本人より当時の日本人より数倍立派ですよ。そうですね、間違いないですね、うん、はい、自分を見てもそう思います、はいはいはい、だからそういうところをね、うん、やっぱりちゃんと教えなきゃいけないなと思うんですね、うん、で、ということでね、具体的にこの点には、はい、具体的にはですね、一つは世界に誇れるエピソードですね、うん、ちゃんと教えるってことですね、はい、日本の君主の独自性、天皇のね、うん、はい、武士の独自性、はい、それから軍事大国戦国日本とかね、うん、江戸の長い平和とかね、世界一の文化遺産があるんですね、はい、縄文土器とか、うん、仁徳天皇陵とか、うん、こういうのをしっかり教えて、はい、ああそうなのってじゃダメなんですね、はい、お前千年この建物が燃えないで誰も壊されず地震にも耐えられず千年持ったってことはどういうことなんだ、うん、そんなへえそうですかっていう話じゃないよっていうね、うん、もっとしっかり驚けっていうような感じで、おーってやります。はい。はい、まあそういう、まあ今のはご冗談ですけども、はい、まあ正倉院がですね、うん、千何百年あそこはもう何回も燃えてるんですよね、はい、東大寺は。うん、ただ朝縄の上にこう直風って言って天皇陛下が封をしましたって紙が貼ってあるだけなんですね。はい、簡単な錠前の上にね。はいはい、でもう大泥棒もいただろうし強盗もいただろうけど千何百年一個も盗まれてないんですよ、うん、こんな国ありますか世界に、うん、ないですよね、うん、そういうことにねやっぱり子供は本当に素直に驚きます。日本ってすごいね、はい、ね、うん、そういうことを教えたいと思います、はい、それからその時代の世界に生きた先祖の立場で、うん、戦争もね現行鎖国維新日清日露満州事変日中戦争大東亜戦争も、そういう立場で学びます、はい、また昭和の戦争ではですね、うん、敵国の宣伝という要素も、最近学問的にだいぶ明らかになってきてますので、はい、そういうのをもう少しずつ取り入れるようにしていく。いました、はい、中学ではね、うん、はい、それでその時代のリーダーの立場で考えるということをやります、はい、これが参加させる形です、はい、で授業ごとにですね、要するに、うん、あちょっと変なこと書いてありますね。普通ですね教員は民衆の立場で考えさせろってみんな言うんですよ、はい、でもね前近代までの民衆にとっては国家は我がことではなかったかもしれない、うん、直接ね、うん、だけど現在我々はが義務教育をやっている国家は立憲君主制であって、はい、選挙で代表を選ぶわけだから、うん、つまり国民は統治される側であると同時に統治する側でもあるわけです、はい、とこう統治する側でもある国民を育てるわけですから、うん、
リーダーの立場で考えさせなきゃダメですよということで、さまざまな問題をその授業ごとに出していって、ここで議論するのが子どもたちがものを大好きで、そしてこの議論をしながら国が我がことになっていくということも、はい、面もあります。国民としての自覚ね、はい、はい、例を挙げると例えばこんなんです。縄文時代、この実際テープはね、教室中に十何メートルのテープをあるんですよ、はい、十何メートルでね、はい、縄文時代今勉強して、弥生時代今勉強したろ、縄文時代は狩りと採集、土器作り、狩りと採集、土器作りでずっとやってきて、どこで終わったんだと思う、ここが始まりだと思うと、どこで終わったんだって、あの席を立たせて指さされるのね、はいはい、うん、そうするとそんなとこじゃないよ、ここだよっつって、うん、この2300年前を教えます、はい、うん、って感じで、はい、いかにこの縄文時代長かったか、はい、この豊かで平和で食料に恵まれて、うん、戦争もない、ね、そういう時代がこんなに続いて日本人の心、うん、言葉、日本人の神様、うん、日本人のものづくり、そういうもののベースが作られたんだよ、うん、ってことで、でなんとこの弥生時代から変化が始まったら、たったこれだけで宇宙に飛行船が行くようになった、うん、でものすごい、ね、短い歴史をこれから学んでいくんだけど、うん、っていうことになりますね、はい、うん、気の遠くなるほど長い時間をかけて我が日本民族を生まれ、今に伝わる日本文化の土台が築かれた、はい、そういうことをやっといて、うん、このその時にこの海を渡ってこういう技術とか戦争とかいう文化、新しい文化が渡ってきます。であなたが縄文のリーダーだったらこの新しい文化を受け入れますか受け入れませんかっていう問題をやります、うん、でなるほど、これを選ばせて理由を書かせるのね、うんうん、そうすると全員で最終的にその選んだのを黒板に数えて書きます、うん、そうすると21対12とかってなります、うん、ね。でどうしてなのか議論しますね。だけどこれは正解はないんです、うん、我々の先祖はこのどっちかを選んだんだよ、はい、だから次の時間はどっちかが選ばれてるけど、うん、選ばれなかった方で進んだら違う日本が生まれてたんだね、うん、っていうことで、これはもうどっちを丸つけても理由が書いてあれば褒められるからってんで、うん、大変あの意欲的になります、はい、ね。で最終的に私は、はい、あの歴史は5本目の柱は、はい、ストーリーです、はい、ヒストリーですね、はい、でこれアイデンティティにつながる歴史は物語でなければならないということで、うん、いわゆる歴史学っていうのは断片的な事実を探求します、はい、うん、でいわゆる歴史っていうのはまあ普通国民の物語です。日本は現代日本はこれを書ける物語歴史家がいないんですね、うん、いろんな理由があるんですが、だから義務教育の歴史は国民のになるための物語だってということで、なるべく分かりやすいストーリーを作ろうということで、はい、こういうふうにしています私は、うん、前後章です、はい、縄文時代はまあ、列島ができてね、はい、大陸から列島が離れてから始まりますが、うん、長い一万数千年かけて民族、はい、日本民族が形成されます、うん、いろんなところから来た人たちが根結していたと思うね。で、この終わりぐらいから外圧が大陸からさっき言ったようにいきます、はい、でこの外圧の中でおよそ800年ぐらいかけて、うん、まあ奈良の大仏が出来上がったぐらいに日本国家は律令制国家として完成したんだというストーリーです、はい、でところがこの外圧がなくなったらそんな頑張る必要なくなっちゃって今度は文化を作る方に行きます、はい、と平安時代から江戸時代にかけて1000年間はその金文字を作ったり武士が生まれて武士の文化が生まれたりっていうことで日本文化形成期っていうふうに捉えます、はい、でただここ2箇所矢印あるの何か分かります？ん？2箇所矢印 2回外圧があるんですよね激しい。ああなるほど。これは一つは
原稿入ってないですね。はい、原稿ですね、うん、原稿を追い返します、うん、もう一つは何でしょう。これ何でしょう。もう一個は幕末は、まあ大きいのがこれは幕末ですね、うん、これは要するに大航海時代のカトリックですね、うん、あ、この時期は要するに日本は自国中心でもうさばいてるんですね、はい、外圧をね、うん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 、だけどもう ここへ来た時はもうかなわなくなってるってことで、うん、はい、明治の国づくりをして、うん、でこれは100年ぐらいの間かけて幕末アヘン戦争から不平等条約改正までを、うん、第2回目の国づくりというふうに物語を作って、はい、その後からは、まあ、大きな矛盾を抱え込んだ苦しい日本の歩みという感じで、うん、はい、現代まで、うん、来てくるっていう形でストーリーを作っているわけなんですね。で、はい、まあそれぞれの章ごとにもまたストーリーがあるって感じでやっています。はい、なるほど。はい、はい、分かりました。まあ5本の柱。ちょっと早口ですいません。いえ、分かりやすかったと思います。のね、5つの柱を大事に、まあ事業作りをされているということ で、はい、ね、やっぱこういう軸があるとね、皆さんこうポイントとして事業を考え、うん、まあ僕も調べ作ってましたけど、うん、はい、まあ、こういう、ね、ポイントを分かった上で、こうどういう展開にしていこうとか、どういう区切りでやっていこうっていうね、一、うん、つの、ね、物差しができますんで、うんうん、で中心にする人物を変えるとまた風景も変わってくるっていうことがあります。うん、はい。分かりました。この5つの柱でまあ事業を作ってこられたということ で今回はまとめさせていただいて、まあ、次回以降はですね、じゃあ具体的に、はい、いよいよ具体的に、まあ、4,50 分の授業を20分でなんとか、はい、やお伝えしたいと思いますが、はい、まあ、足りないところは補っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ次回からまた具体的に、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。